はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、今日はですね、ちょっと告知でございますね。はい、まえちゃんねるさんですね。まえちゃんねるさんって言っちゃった。さん知らない。まえちゃんねる、まえちゃんねるはですね、さんじゃない。まあ、さんって言っちゃった。なんと取材を受けましてですね、NHK さんに、取材いただきましたね。あとですね、その翌日に日経新聞さんにも取材いただいたんですけれども、NHK さんはニュース渋5時っていうですね、ニュース番組に取り上げていただくことになっております。毎日ね、平日の16時50分から放送している番組なんですけども、なんだっけ、その中のソルトっていうですね、コーナーで、特集されるかもしれないみたいですね。特集されるのかな。放送予定なんですけれども、7月の8日の水曜日ですね、の予定です。なんかね、その日にね、悪い事件とかがあったりすると、翌日になったり来週になったりするみたいなので、その辺はちょっとね、わからないんですけども、本当にね、嫌な事件とか絶対起きてほしくないね。ただね、いいニュースで、いいニュースがあった場合でもずれる可能性があるので、まあいいニュースだったらしょうがないよね。普段ね、うちが撮影しているところをですね、そこにビデオカメラが来てね、撮ってもらいましたね。かえいしんくんもパフォームね、結構緊張したよね。あのね、実はプラレールのアソボーイの動画を撮ってる時がそうなんですけども、はい、こんにちは、まえちゃんねる前原ですって言ってる時のエイシンくんの顔とかパフォーの顔はね、結構引きつってる。あと日経新聞さんの時も、動画撮ってる最中にカチャカチャカチャって言ってたから、ね、あ、そうそう、ちょっとね、日経新聞さんは動画じゃなくてカメラっていうか写真だったのでね、まあ動画撮ってる間にこうカメラで撮っていただいたんですけどね、はい、それは日経新聞さんのやつなんだっけ、カーズか、コースの変身マックインやつだね、はい、日経新聞さんの方はですね、7月の半ばに日経 MJ っていうですね、紙面に、掲載されるらしいです。これはね、他のチャンネルさんも一緒に掲載されるみたいなので、うちだけじゃないけどね、 NHK さんはうちだけだと思うんだけど、わかんないですね。はい、ということで今回ですね、NHK さんと日経新聞さんに取材いただきましたというですね、動画でございましたね。 NHK さんは早ければ7月の8日に放送されるみたいなので、うちのテレビの様子、緊張した様子を見てみたいなって方はですね、ぜひご覧になってみてください。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。